コンカベナトルは、スペインのカスティーリアラマンチャの白秋前期の地層から、発見された、カルカロドントサウルスカに属する恐竜。モシキシコンカベナトルコルコバトゥスコンケイベネーター、コーコベイタスのみで知られる。学名は、クエンカケンの背中に、コブのあるカリュドを意味する。化石は、ラスオヤス発掘地で発見された。コンカベナトルを調べる研究者たち人とのサイズ比較。 コンカベナトルは中型のカルカロドントサウルス類でいくつかの独特の特徴を持っていた。最大の特徴は腰に位置する2本の脊椎の神経雑誌がように高くなっていることである。これが背中に尖った高市状を形作っていた。このような構造は他の獣脚類では一切知られていない。ケンブリッジ大学の古生物学者ロジャー・ベンソンは ビジュアルディスプレイに用いられる頭のさかに類似したものだったかもしれないと述べた。一方、スペインの科学者は体温調節に使っていた可能性を示唆した。加えて、コンカベナトルの尺骨には小さなコブ状の突起がいくつか見られ、これは蝶類のうじくを支える骨に見られる構造であることから、コンカベナトルの前腕には何かしらの特殊化した。 表皮系が存在していたことが示唆されている。生体復元図コンカベナトルは、ウジクを持っていた証拠となる構造を持っているが、羽毛自体の痕跡は、ミクロラプトルや、ヒソチョウ、カウディプテリクスのようなより鳥に近縁な、コエルロサウルス類からしか見つかっていない。ウジクは毛包に付着する人体によって作られ、鱗は毛包から形成されないので、 腕に長いトゲ状の鱗が存在していた可能性はない。代わりに、ウジクはおそらく単純な中空の羽毛に近い構造を固定すると考えられている。そのような構造はディロングやグアンロンのようないくつかのティラノサウルス浄化のようなコエルロサウルス類やツノリュールイプシッタコサウルスに見られる。こうした構造が鳥の羽と相当のものであれば、 コンカベナトル以外のアロサウルス上化の獣脚類にも同様の構造が存在したことが予想される。しかし長番類の毛が羽毛ではない場合、コンカベナトルの持つ構造は羽毛が超えるロサウルス類よりも早い段階で、より原始的な形で現れ始めたことを示す。羽や、それに関連する器官は、ジュラキ中期に生息していたクレード、ネオテタネラ類の最初のメンバーに存在する。 可能性が高い。ネオテタヌラ類は、ビブの幅広い長方形の鱗鳥のような足の鱗測定のパッドなど、体の他の部分には大規模な印象が残っているにも、かかわらず、腕の周りには、いかなる痕跡も見られない。コブを体温調節に使う、コンカベナトル2002年の発掘前の現場尺骨の、コブが、う軸の存在を表すという解釈の妥当性について、 ある程度の疑問が専門家の間で提起されている。古生物学者、ダレン内ュは、自身のブログテトラポットズーロジーで、うじくにしては、コブの感覚が異常に離れすぎていると述べている。彼はさらに、多くの他の動物では、スジマ線に沿った同様の構造が、剣の付着部として機能することを指摘したこの解釈は、2014年に、クリスチャンホースと他の人々によって支持された。 その後の2015年の古脊椎動物学会会合で、尺骨に沿ったコブは筋肉の挿入点、または基部を示すという仮説が検討され、その結果が提示された。エラナ・ケスタ・アラナ・クエスタは、最初にコンカベナトルを研究した二人と共に、尺骨のコブが筋肉管流器として説明されるかどうかを決定するために、前腕筋組織を復元しようと試みた。彼らは、 主要な腕の筋肉の挿入点を特定し、それらの間に、隆気の列が位置していないと判断した。唯一の可能性は、コブが、肘筋の付着部になる可能性があることを発見した。この筋肉は通常、下の骨に、痕跡や隆気がない、滑らかな表面に付着する。最もあり得そうな説明は、最初の解釈通りう軸の基部であり、筋肉に関連する構造である、 可能性はほとんどないと結論づけた。彼らは、うじくが後外面に沿って形成されることは珍しい、ことは認めたが、同じ配置は現代の番でも見られるため不自然ではないと主張した。何人かの古生物学者はケスタラの説明に未だ納得していない。ミッキー・モーティマーは、尺骨のコブは、実際にはケスタラの言うような後外側ではなく、前。 外側表面にあるように見えるとしている。また、コンカベナトルや、その他のヒマニラプトル類の筋肉を復元するためには、鳥類よりもワニの方が優れた基準であると主張している。アンドレアコーは、アロサウルスとコンカベナトルの前腕同士を比較した、結果、コンカベナトルの前腕は脱臼しており、尺骨のコブは、後部表面ではなく、本来は、尺骨の前面にあると指摘した。 鳥類においてはこの構造が、尺骨の同じ部分にないため、そのコブは2010年のコンカベナドルの論文で主張されているように、鳥類のそれと相動ではないことを指摘した。ケスタラによる2015年の研究結果について、こうは、尺骨のコブがう軸とは関係ないとする根拠は他にもあると主張した。コンカベナドルの尺骨のコブは骨の隆起でつながっているのに対し、 蝶類のう軸は互いに離れていること、またコンカベナトルの尺骨のコブは不規則に配置されるのに対し、蝶類のう軸は等間隔に配置されている。こうは、系統発生学の観点から言ってもコンカベナトルのようなアロサウルス状化は右軸を持っているとは考えにくいと付け加えた。バラウルの場合には、 尺骨の前側のコンカベナトルのそれと同側に風切り派とは関係のないコブがあり、それは尺骨と脊髄とを結ぶ筋肉の付着部と解釈されている。ペレカニミムスを追うコンカベナトル以下は2013年のカルカロドントサウルス家内におけるコンカベナトルの位置づけを示したクラドグラム。ありがとうございます。